い、こんにちは、グリードです。いや、ちょっともう、ビッグニュース。いや、もう前々からね、噂されてたし、僕も動画で取り上げてたんですけど、新作コールオブデューティブラックオプス6、ついに、Xbox、PC のゲームパス入り、決定、公式発表ですね。公式発表来ました！いや、思ったより早かった。いやー、でも、これすごいですよ。発売日から、プレイ可能。時代が変わりましたね、これは。いや、まさか、本当に来るんだね。いや、すごいね、これ。僕の動画だと何回も説明してるんですが、まあ、Xbox のそのゲームパスの説明。ゲームパスっていうのはね、マイクロソフトが展開しているゲームのサブスク、サービスです。PC、パソコンと Xbox、そしてスマートフォンとかね、タブレットとかでも、ゲームがプレイできます。プレイし放題。最低ね、月額850円からかな。2種類今あって、850円と1200円ぐらいのアルティメット版っていうのがあるんだけど、まあ、それでもね、まあ、だいたい月1000円ぐらいでもう大量のゲームが遊び放題です。で、今回そこに Call of Duty の新作が入ることになりました。しかも Day 1。Day 1っていうのは発売日からプレイ可能っていうね。近年はどんどんね、円安が進むに進んで、まあ、日本でね、ゲームソフト買うってなると1万円超えがね、当たり前になってきたじゃないですか。いや、ゲーパス来たらね、これはちょっとね、ひとまずプレイしてみようっていう人は一気に増えるんじゃないかなと思います。特にアメリカはすごいことになりそうだね。こちら PC 版のゲームパスの画面なんですけどね、まあ、本当に大量にね、ゲームがあって、これがま、全部もうすぐプレイし放題ですよ。例えば僕がゲームパスでプレイしてきたゲームで言うと、去年まさにデイワンで出たスターフィールドとかね、発売日からプレイできましたし、あと BF とかね、こう EA と、EA も入ってるね、そう EA プレイズともね、連携してるので、ゲーパスに入るだけで確か EA もプレイできたはず。だから僕はバトルフィールドシリーズとか、確か買ってなかったのゲーパスでプレイしましたね。その EA のゲームも、全部プレイできますとこにね、入ってる。あ、タイタンフォールとかもそうだ、入ってるんだ。デッドスペースとか。ヘイローももちろんですけど、ディアブロも入ってますね。ディアブロ、バロラントとか、そのリーグオブレジェンドっていうね、まあ、ライオットのゲームとも連携してるので、ゲーパスに入ってると、バロラントとリーグオブレジェンドのキャラがね、課金しなくても全部解放されてるんですよ。そうだそうだ。思い出した。ベセスダシリーズね、フォールアウトも全部入ってますと。スカイリムとかね。日本のゲームもかなり入ってるんだけど、その竜が如くシリーズとか、あとペルソナ、モンハンあったはずですね、そういえば。モンハンのライズとか僕ゲーパスでプレイした。そうだそうだ。ね、モンハンとか。結構日本のゲームもかなり増えてきましたね。ここにコールオブデューティーシリーズが入ってくる。いやー、すごいね。すごい時代ですね。本当に。音楽とかさ、あと映画とかドラマもさ、もうなんか DVD 買うとかそういう時代じゃないじゃないですか。もうサブスクじゃないですか。ね、Spotify だったり、Netflix、Amazon プライムとか。もう基本的に月額制で、見放題、聞き放題っていう時代に変わってってるじゃないですか。だからゲームもね、そういう風になっていくのかなって思うんですよね。ちなみにゲームパスはね、この Xbox クラウドゲーミングっていうこの機能ね、これ日本知らない人多いんですけど、これどういう機能かっていうと、もう iPhone でも何でもいいです。まあ、スマホだけじゃなくて本当にタブレット全般。もう言ってしまえばネットにつながるモニター類だったら何でもいいんですけど、例えば iPhone のブラウザ開いて、そこでこれらのゲームがダウンロードせずにプレイできます。例えばね、ここに竜が如く7とかねあるけども、これをこっちのスマホで開いてコントローラー接続すればスマホでゲームできるんですよ。これが Xbox のクラウドゲーミングっていうシステム。ゲームのダウンロードいらないですからね。クラウド上でやり取りするんで、なので、ちょっとラグはあるんだけど、マルチプレイヤーとかちょっと厳しいかな。ただ、そのシングルゲームとかをスマホでね、全然遅延少なくプレイできるんですよ。まあなんかすんごい回線が悪かったらちょっと別だけどね。まあ大体のゲーム、そのクラウドゲーミングに対応してるので、BF とかも多分できるね、これ。もう大体全部できる。パルワールドもそうだし、レインボーシックスも多分できるんだろうね。できるんだ、これ。ただ、まあマルチプレイはちょっと厳しいと思う。だからシングルゲー、例えば、コールオブデューティーだったら、なんか、ソファーに座りながらスマホでシングルモードやったりとかもできます。まあ、それが、このゲーミングクラウドシステムね。これね、ちょっと日本であんま知名度がないんだけど、とんでも技術ですね。じゃあ、ここからはどんな人におすすめか、そうじゃない人はどんな人かっていう話をしましょう。まず、まあ、先に言っちゃうと、まあ、ゲームパス、今回の発表でゲームパスに別に関係ないというか入らなくてもいいかなっていう人は、プレイステーションでプレイしてて、一年中もう COD しかしない。もしくは、
基本的にプレイステーションの限定ゲームしかしないみたいな、そういう人は今回の発表別に気にしなくていいかもしれません。入らなくていいかも、ゲーパスにわざわざ。特に日本は PS4 とかで COD やってる人が多いと思うんですけど、まあ、他に全然 COD 以外のゲーム全然しないし、まあ、機種わざわざ変えるのめんどくさいなっていう人は普通に1万円とかで、COD 買って1年遊ぶ、まあ、そっちの方が安上がりだったりするかもしれません。逆にどんな人におすすめかっていうと、まあもちろん PC を持ってるか Xbox 持ってる人はまあ入った方がいいというか、入らないメリットはほとんどないのかなとは思います。あとは今 PS4 でプレイしてて、なんか機種変えようかなとか、 PS5 にしようかな、 PC にしようかなって悩んでる人は絶好のタイミングかもしれませんね。 PS4 から Xbox の最新機種に変えてゲーパスに入るとか、それだともうほとんど本体代しかかからないからね。もしくはまあ PC に行くとかね、 PC に行ってゲーパス入るとか、どっちからだと思うんですけど、そういう人におすすめですね。ただもしかしたらこの円安が進んでゲームパスの、ね、値段が変わる可能性は大いにあると思います。まあそれでも安いと思うけどね、本当に。はい、というわけで今日はちょっと COD のゲーパスについてちょっと語りましたけど、ちょっとね本当にビッグニュースなんで、今日はプレイ動画とかではなくちょっとトークで撮りました。いやー、もうそろそろ6月の9日、日本時間だと10日の夜中とかになるかな、 COD の初ファーストトレーラーが発表されますので、Xbox ショーケースかな、そちらちょっと一緒に見ましょうか。はい、というわけでお疲れ様でしたね。そろそろ COD のガンダムコラボとか来るから、次回はその動画になるかな。お疲れ様でした。よかったら高評価ぜひよろしくお願いします。バイバイ。